こんにちは、イズマイホームの田辺です。す。よろししくお願いします弊社は阪南・泉南そしてもちろん和歌山市で不動産売買仲介そして新築住宅の建築を行っている会社です。ですので建築あるいは居住用の観点からそして 投資の目線からも、えー、不動産評価を行うことができますそして、えー、和歌山市にはも,、えー、もちろん和歌山市には大勢の、えー、会員不動産が欲しいという会員様を抱えておりますもちろん大阪の南部千南半南にも抱えておりますので、えー、売却の案件をいただけた際には優先的にその会員様にご紹介し させていただくので売却査定にご依頼いただいたからといってすぐに売,売却するという方はもちろん少ないです売却は非常にデリケートな問題,にな問題です不動産投資であれば出口戦略から考えて投資をされている方も多いので まだ良いのですが、居住用の不動産ですとなかなかそこまで考えて、えー、購入されている方は少ないです。ですので予想外の売却であることが非常に多いです。離婚であったり、死別であったり、相続です。えー、これらの、えー、売却理由によっていろいろ問題は変わってきます。共有名義になっているのか、 あとは所有期間がどうなっているの何年なのかそして売却益が出るのか売却損になるのかなどなど、えー、非常に様々問題は様々でデリケートな問題です弊社で、えー、売却査定迅速にご提出させていただきますがそれまでの間売却に関わる動画も、えー ご用意してますのでそちらを見てお勉強あるいは参考にしていただければと思いますそれでは今後ともよろしくお願いします失礼します